海星山公園は福島県郡山市にある都市公園である。郡山市役所前、福島県郡山市海星一丁目五番に位置する郡山市のシンボルの一つとも言える公園。総面積約30ヘクタール。朝霞開拓に深い関わりがあり、園内には開拓時に植えられた桜が数多くあるため、県内でも有数の花見の名所となっており、 日本の歴史公園100選に選定されている。また、園内には、海星山総合運動場、隣接地には、郡山総合体育館があるため、福島県内では、福島市の東総合運動公園と並ぶスポーツの拠点でもある。江戸時代は、日本松藩の狩場として利用された。明治時代の初期、1873年に、 郡山の商人が出資してできた民間団体の改正者が改正山一帯の商宅地を開墾し、桑野村を開いた。これを受けて、国営事業として浅香開拓と浅香疎水の建設が決まり、灌漑用の池として、磯塚と改正沼が造成された。桑野村内には1878年、改正者によって約4000本の桜が植えられた。 ソメイヨシノについては現存する最古の木であると言われている。これらの桜は1934年に国の天然記念物に指定されたに指定解除。明治時代後期には福島県産場畜産組合の競馬場が置かれたが政府の公認が得られなかったため短期間で廃止された。1927年には海生山競馬場が開設された。昭和に入ると 改正沼は埋め立てられ、一部が、伊す湖改正沼として残されたが、その後、改正沼と呼ばれた部分は埋め立てられた。1949年9月20日、郡山市都市計画運動場として事業が決定し、1959年4月15日に、都市計画公園改正山総合公園となった。1972年に正式に開園し、現在に至る。 1990年には野外音楽堂が、1992年には開拓者の群像が建設された。1995年の夏にはオクトーバーフェスト風のイベントサマーフェスタインコリヤマが開催され、以後、毎年夏のイベントとして定着した。2010年に公開された映画、時をかける少女では、旧道場付近の土手が、 大学に通ずる桜並木のシーンのロケ地として利用された。2014年、第9回の B-1 グランプリの開催地は、立候補した、浪江焼面府都国の所在地へ住民が戻れるめどが立たないため、近隣の郡山市での開催となり、海生山公園、郡山市役所駐車場、ザ・モール郡山駐車場で実施された。そのため、 開催地ではあったものの郡山市のメニューは正式参加しておらず投票対象外でクリームボックスの PR 用ブースが設けられただけであった。2021年3月27日、2020年東京オリンピックの正解リレーのセレブレーション会場となる。震災復興を象徴する施設から大会が掲げる復興五輪を世界に発信する。園内には 市内のメインスタジアムである野球場、陸上競技場やそのサブトラック、弓道場、海星山屋内水泳場などがあるほか、公園内の道路がトリムコースになっている。西側のエリアは、椅子塚を中心とした憩いの場として整備され、バラエ園や遊具が設置された広場などがある。また、桜の開花時期には桜祭り、夏にはサマーフェスタなどのイベントの場ともなっている。一方、 公園南側には、せせらぎ小道が通り、その起点となる南東側の入り口付近には多目的ホール、ミューカルガクと館が立つ。ありがとうございます。